おはようございます、星野瑠璃です。今日大井競馬場を来てて、1レースから、9レースまでやって、これね、払い戻しさっきしてたんで、その当たり馬券で9万2000円ということで、今日のメインマイルグランプリ11レースですね。前々から予想してて、はい、これ78のワイド1点ですね。これブログにも上げた買い目でです。この1点で、ね、勝負しようということでこれになりました。ハッピースプリントプラス9キロ、SA スコーピオンプラス5キロということで、まあ、この前ね、ケアイレオーネとユーロビートが出てたレースで、そのプラス体重に惑わされて、そのケアイレオーネに本命を変えてしまってちょっと失敗したので、プラス体重はその周りのジャルディーヌもプラス10キロで、10番もプラス14キロで、バルダッサーレもプラス6キロということで、まあ、全員がプラスになっているということは、まあ、そんなに問題はないだろうと考えて、そのままの事前からの買い目を変えずに、ワイドで勝負することにしました。枠入り完了。お願い。スタートしました。大丈夫。出が良くありませんでした。かなり大丈夫大丈夫。前はまず4番のオートリティ花を叩いていきます。まあ、外から15番のタッシュキングを16番ゴーディーいきます。お願い。どういう声で。青い帽子、青い帽子。これから8番のテイスコーピオンです。前段重なって1コーナー、その後ろにつけたのが9番ハーキュリーズ、それから1番のモンサンカノープス、内に入れたのが6番ジャルディーノです。これから向こう上名出ます、縦長。外が来てるけど、今日は星も聞いてるから、まだ距離もあるから大丈夫。それから1番新ハンター、7番ハッピースプリント、ハッピースプリント頑張れ。後ろから来るんだよ、お願い。9番のハーキュリーズ、外から上がっていくのは11番リアライズリンク、仕掛けて上がっていきます。さらには13番マルダスアレも一緒に上がっていった。あと後方へかけて10番のラビアンクレール、3番コンドルダンス、離れたのは後方5番が出遅れたのか。14番のドレッドノート、それからスクリューム、離れまして後方から5番のフラッグ両方。大丈夫かな。第4コーナー中ほどです。めっちゃ心配。前は今度は外から8番セイスコーピオン、セイスコーピオン来た。ハッピースプリント行け、ハッピースプリント前行け。外から外からお願い。内側8番に投稿対して13番マルダスアルを打ち上げてきた。モンサンカノープスがありません。直線で抜きました。いけ、ハッピースプリント。8番のセイスコーピオン、やろう。ハッピースプリント行け、ハッピースプリント行け、ハッピースプリント、ハッピースプリント。モンサンカノープスが追い込んでくる。モンサンカノープスが追い込んでくる。モンサンカノープスが追い込んでくる。スタート別に平気だったのにな。勝ったのは8番